重量級。英雄たちが戦場を駆け、その攻防の瞬きが大地を彩る戦乱の時代。紀元3世紀、天下には群雄が割拠し、それぞれ今、孫昌公の兄孫策は、父である私だって孫家の跡取りなら兄様みたいに天下を目指すのに。そうか、お前が戦いたいって言うから連れてっけどよ。でもな、なんつうか俺は心配だぜ。何よ、兄様までそんなこと言うの。私は孫家の娘、昌波王の妹よ。そこらの男になんて興味ないわ。まあ確かにお前が戦ってくれるのは頼もしいんだけどな。でしょ。さあ頑張って5分を取り戻しましょう。
だが、それこそこちらの思惑どおり。竜玄徳がお前の邪神を討つ。